今日はですね、旅サラダエキスポの見どころを紹介しております。はい、ここからのパートナーは山城えんなちゃん。はい、おはようございます。よろしくお願いします。海外の旅といえば私たち旅サラダガールズということで、今日は海外のブースもたくさんあるのでご紹介していきたいと思います。ラッシャーさん、たくさんですね。国内があって海外があって。最初は南アフリカです。おはようございます。ルイボスティーをご紹介しております。もう早速シーンですか、はい、何ティーですか。ルイボスティーです。ルイボスティー、ルイボスティー、女性がいないですよね。香りがすごい。そうなんです、香ばしいですね。アンチエイジングにすごくいいのでぜひ飲んでみてください。あと今日は南アフリカのワインなんかもご紹介してます。ワインも。お茶わかります？お茶お茶ね、わかんないかもしれないけど、まあ日本茶で言ったらほうじ茶系。あ、いい感じですかね。うそ、かっちゃん、かっちゃん、わかったよ、お茶。ほうじ茶系でございます、ほうじ茶。ありがとうございます。ありがとうございます。ワインもあるんですね。ワールドカップもそうだ、すごいもんな。ね、南アフリカ。次行きましょうか。グアムです。次行きます。おはようございます。またいいですね。寒いのに大変でございます、衣装が。友達なので大丈夫です。爽やかですね。こちらはどういったものがあるんでしょうか。グアムのこちらは公式 SNS をフォローしていただくとプレゼントキャンペーンを行っております。どういったものがもらえるんですか。こちらはグアムの鳥のコムちゃんです。グアムの鳥、はい、うん、こういうシェルリングも入っているんです。プレゼントいただけるえなちゃん、グアムはどうですか。あ、行ってみたいですね、うん、この青い景色見てしまったら、うん、絵に描きたくてしょうがないです。グアムはもう時差1時間、飛行機で3時間半で行けるので、うん、あ、近いし、はい、意外と時差がないのが楽ですね。です、早くね、コロナが落ち着くといいですね。ですよろしくお願いします。はい、お願いします。では次行きましょう。はい、全く違った、次は赤いブースです。スペインのブースになります。スペインでございます。よろしくお願いいたします。これこちらはすごい、うん、衣装がすごくないですか、うん、これ、うん、エナちゃん、スペイン好きなんですか。私スペイン行ってみたいんですよ、ね、最高ですね。踊ってる踊ってる、フラメンゴだね。これなんかプレゼントいただけるの、はい、こちらの方で SNS フォローしていただいた方に、はい、漏れなくプレゼントキャンペーンやってます。こちらの会場で SNS のフォローお願いします。どういったものが当たるんですか。いただけるんですか。こちら、はい、こちらのプレゼントは、うん、ロゴのミロがデザインをしたロゴマークの入ったポロシャツ、または傘、あとはラゲージタグの方をプレゼントしてます。いいですね。盛り立てます。どなたがデザインしたものですか。ミロです。ミロが輩出した芸術家のミロがデザインした。すみません、勉強不足。次また行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。いろいろ並んでますね。はい、いろいろなカタログがあります、うん、で今日来ていただいた方には数限りあるんですけど、はい、T シャツもお配りしてるんでぜひください。ありがとうございます。皆さんにお知らせしたいのが、はい、2月10日からフィリピンはワクチン接種を2回受けてたら隔離なしでも行けるんですね。あ、そうなんですか、はい、そうなったんですか。韓国からも毎日便が飛んでも兄弟飛んでますんで、はい、ぜひぜひお越しください。いやー、よくなりましたね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ぜひフィリピンへということですね。ありがとうございます、はい、フィリピンも日本から4時間半で行けますから ね、 ね、 ね、うん、次はまた、あ、そしてはトルコ、トルコ、トルコ、これもしかして、はい、お願いします。うわー、来ました、伸びる伸びる。トルコは私も昨年オンラインツアーでご紹介させていただいたんですよ。はい、5月28日にオンライン旅行説明会をトルコで実施しますので、はい、ぜひ HIS オンライン旅行説明会で検索していただくと、ホテルが3泊無料で当たるかもしれませんので、そしてこちらなんかトルコの食べ物ですか。はい、こちらトルコの伝統的なスイーツでバクラバって言います。今日本でも大人気。あ、いいんですよ、いいんですよ。どうぞ、ちょっといただきます。失礼いたします。バクラバ。バクラバ。パリパリしてて美味しいです。失礼します。すごい、あ、ちょっと重みがしっかりあります、うんうん、ナッツの女王と。ナッツの女王、はい、どうですか。おいしい、ピスタチオの香りですか。すごくしますね。女子はね、女子は行かない。今年はトルコでガストノミーイヤーが開催されておりまして、はいはい、日本でもトルコ料理、世界三大料理のトルコ料理、たくさん紹介してますので。ありがとうございます。それではトルコ料理いいですね。では早速行きましょう。今大人気の韓国です。韓国の国
報車です。あのブースではおそわちんちゃこりは韓国旅おみくじガチャを実施しております。ぜひご参加ください。やらせていただいてよろしいですか。どうぞこちらコインを使いください。はい、このコインこれですね。はい、ガラガラ回すと、あ、来ました。出てました。失礼します。はい、どうぞご確認ください。カンタビくじ何が出るかな。はい、じゃあちょっとお願いします。はい、さあ何が出るかな。うん、カンタビ、はい、カンタビくじ、はい、ちんちゃコリアのカンタビくじです。あ、よ、搬入基地が当たりました。あ、おお、はい、基地、基地です。こちら搬入基地では、あのキョンギドの搬入の冊子とハンカチ、はい、そしてキーホルダーが入っております。イエーイ。ちなみに大基地だとどんな感じなんですか。一番のカンタビ大基地では、こちらのポーチと、タンブラなどを差し上げております。豪華。ちょっと残念でした。基地だったと、まあね、いいえ、もうでも盛りだくさんですよ、ね。はい、ありがとうございます、はい、ゲット、ありがとうございます。来ましたね、大阪屋のバス、ビリー君。ビリー君、ラッシャーさん、ビリー君ともお会いしたことありますよね。そうそう、さあみんなでオーストラリア行った時に私のパートナーでした、ビリー君ね。お久々でございます。再会ですね。お願いします。さあ、そしてこちらは、はい、あ、なんかオーストラリアの国民食のミートパイです。いいですか。ミートパイ、ミートパイ、熱々だ。ミートパイ多いよね。ミートパイ多いですか。いい香りしますね。じゃあちょっと中から簡単な感じか。気をつけてくださいね。熱々、熱々、熱々。大丈夫ですか。大変だな。濃い、美味しいよね。美味しいですね。大丈夫ですか。すごいお肉たっぷりですね。熱々で、でもこれは意外と日本人が受ける味ですね。ありがとうございます。結構お腹いっぱいになる。国民食です。国民食ですね。ラッシャーさん、エンさん、こっち来てください。はい、ぜひぜひこっち来てください。はい、今あのマスコットキャラクターの皆さんも大集合していただきました。ありがとうございます。この後10時からですからね。そうなんです、うん、トキすげえな。 その後なんですけれども、あのいよいよ10時からこの後旅サラダエキスポ始まりますので、はい、ぜひ皆さん足を運んできてください。ね、そして特設ステージ、神田さんとかみんなでもちゃんとお出迎えするんですよね。そう、はい、10時から ね、そうなんですよ、うん、でまた特設ステージでは出演者によるダンスやトークショー、マスコットキャラクターのパフォーマンスなどもありますので、ぜひ皆さん旅サラダステージ、はい、チェックしてください。はい、そしてラッシャーさんも、私は明日までトークショーやらせていただきます。あの生中継の裏話、はい、テレビでは言えなかったことをしっかりとお伝えします。まあ、25年間あるからね、はい、楽しみですね。で、エンデちゃんもんでしょ。あ、そうなんです、私も旅をさせていただいたオーストラリアの政府観光局のステージに出させていただきます。ビリー君と一緒に、はい、絵の話はもちろん旅の裏話の裏話もさせていただくので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。さあ、旅サラダエキスポ、この会場でこの後10時からスタートいたします。はい、皆さん待ってます。以上、中継でした。